血膜炎ゾンビ計画は、コメディセントラルのテレビアニメシリーズ、サウスパークのエピソード。1997年10月29日に放送されたこの回は、シリーズ初のハロウィンスペシャルである。ケニーの上に見るの、宇宙ステーションが落下し、彼は即死した。彼の遺体が、遺体安置所に運ばれた後、中身が取り出され防腐剤が注入されるはずが、職員のミスで、 ウスターソースが入ってしまい、ケニーがゾンビ化し、アンチショーを出る際に職員二人に噛みついた。翌朝、カイルラ学校で行われるハロウィンコンテストのために仮装して、スクールバスを待っているところに、ケニーが何食わぬ顔をしてやってきたが、誰もゾンビだと気づいた者はいなかった。バスを待つ間、スタンはラガディ・アンディに仮装しており、ガールフレンドであるエンディはラガディ、 アン仮装する予定だと話した。カートマンは、アドルフ・ヒトラーの仮装をしており、市販品の中ばっかのかぶり物をしているカイルを、震え上がらせた。その頃町の病院では、先ほどのアンチ署の職員がある重病にかかっていた、ことがわかる。職員二人の体温は、下肢55度、脈も心温もなく、目は腫れぼったくべタたついていた。この症状を見た医師は、 結膜炎の診断を下した。すると、それまで普通に過ごしていた二人は、脳みそが食べたくなったと言い出した。同じ頃、スタンラは、ハット君やウェンディを含む、学校中のほぼすべての人間が、中ばっかの仮装をしていたのに呆れていた。スタンは、ラガディアンの仮装をしなかったウェンディを咎め、皆と衣装が重複して、がっかりしたカイルは着替えに行った。そんな中、 ケニーはクライドに噛みついた。イーベル・クニーベルに仮装したシェフとビクトリア校長はカートマンにヒトラーの仮装をするのをやめるように説得したが無駄だったため無理やりシーツをバケの格好をさせた。コンテストが行われている体育館にカイルは可動式の太陽系モデルを着込んでやってきたがウェンディに優勝の座を奪われた。2位は ケニーのゾンビ化したエドワード・ジェームズ・オルモスで、スタンは最下位になった。サウスパークの街の中でゾンビたちが攻撃を始めるが、彼らがゾンビだと気づいた者がいなかった。子供たちが夜の貸し回りの準備に取り掛かり、カイルがドラキュラ伯爵の仮装をしている間、シェフは結膜炎の流行がゾンビの発生につながっているのではないかと心配していた。ウェンディは、 詫びようとするが、怒りの収まらないスタンから、貸し回りは一人でやれ、お前なんか死ねばよかったんだと言われてしまった。その直後、ウェンディは本当に、ゾンビに噛まれてしまう。シェフはアンチ所の職員が訪れた病院に助けを求め、騒ぎの様子を話すが取り合ってくれなかった。シェフが病院を出た直後、病院の医師はゾンビに食べられてしまった。シェフは、 市長とバーブラディ保安官に注意を促すが無駄だった。ゾンビが街を荒らしても、子供たちは貸し回りを続けていたが、ケニーが訪問先の人間に噛みつくので、呆れた。カイルラは彼を置いて、シェフの家に来たところ、シェフに家の中へ引きずり込まれて、彼から事情を聞かされ、死体安置所へ原因を探りに行くことになった。安置所で、ウスターソースの瓶を見つけたところ、 ゾンビ化した、ピップ率いる、ゾンビ軍団がシェフを仲間に引き入れ、シェフは、歌と踊りを始めるようになってしまった。そんなゾンビたちを、チェーンソーで引き裂いていくスタントカートマンをよそに、カイルは、ウスターソース会社のホットラインに電話した。オペレーターはカイルに今その辺をうろついているゾンビを、殺さずに、最初に、ゾンビ化したものだけを殺せば、後のゾンビは、 元の人間に戻るとアドバイスされた。カイルは、ゾンビ化したウェンディを殺せずにいたスタンの元に駆けつけ、その場にいたケニーをマっ、プたつに咲いた。すると、ウェンディやスタンとカートマンに殺されたゾンビたちが、元の人間に戻った。再び墓の下に埋められたケニーを、カイルらがたんだ後、ケニーはまた土の中から出てくるが、今度は別の墓標とジェット機の下敷きになってしまった。 トレイ・パーカーとマット・ストーン当初コメディ・セントラルはサウスパークを全6話の番組として放送しようと考えていた。だが番組の人気が出た結果コメディ・セントラルは急遽7話分の制作を依頼しパーカーとストーンは急ピッチでそれに応えた。この回はそのうちの一つでありサウスパーク市場で初めてハロウィンを題材とした回でもある。脚本は パーカーとストーン、そしてフィリップ・スタークの3人が手掛け、パーカーとストーンの2人は監督も務めた。物語の主題に、結幕縁が採用されたのは、パーカーとストーンのアイデアによるもので、2人にとって、結幕縁は、小学生の頃の思い出の一つだったからである。このことについてパーカーは、結膜炎は、皆さんが、小学3年生の頃の思い出の大半を占めて、 いるかと思います。あの病気はそういう年代の子供ならば誰でもかかる病気であり、かかってしまうと大変なことになります。と話している。この回の執筆にあたり、パーカーはハロウィンが特に子供たちにとって明るい一大行事であるということを伝えたかったと話しており、子供たちがこういった不思議な話を信じるのは素敵なことであると話している。 この回は初めてコールドオープンが採用された回である。これより前の回及び後に放送された回の多くはオープニングが始まってから三部構成の本編に入るというよくあるテレビの本編というよりは短編映画に近い構成をとっている。またこの回は初めてケニーの死を投げっぱなしのギャグではなく ストーリーにおいて大変化を起こす重要な要素として描かれている。さらに、ケニーが複数回死ぬのも、この回が初めてであり、冒頭で人工衛星の下敷きになって死に、それからゾンビとして、カイルにまっ、ぶたつにされ、終盤で再び墓から這いずり出たところで死ぬ。本編中で使われた血しぶきは、1995年に、パーカーが制作した。 サウスパークのプロトタイプとも言える短編映画クリスマスの精神シリーズで用いられたシャーペーマーカーで描かれた血しぶきと似せて描かれた。また終盤でケニーが復活する場面のシリアスな音楽はパーカーがシンセサイザで演奏したものである。パーカーとストーンはストーリーの展開及びゾンビを人間に戻す方法を考え出すのに苦心した。結局、カイルが 死祖にあたるゾンビをっ二つにして殺すことで、他の犠牲者たちを元に戻すという案が取られたが、パーカーはこのやり方について納得しておらず、デウスエクスマキナ的方法だと思っている。パーカーはこの終わり方は彼らが、これどうすりゃいいんだという時に用いる手法だと話しており、名作と呼ばれるゾンビ映画に求められる大殺戮になってしまったと話している。この回は、 パーカーとストーンが初めて不満を抱えたまま制作を終えた作品でもあり、パーカーは我々はひどくがっかりし、ブーイングの嵐になりつつも視聴者はそんなに離れないだろうから感謝祭の時に持ち直そうと考えた。だが実際視聴者からの評判はよく我々の予想が間違っていたようだ。と話している。ストーンはこの回でシェフのキャラクターが確立したと話している。 このキャラクターはサウスパークで唯一のまともな大人でどんな状況でも真実を見抜き子供たちをいつでも信じてくれる大人として描かれているこのことについてストーンは子供たちの方がまともである一方保護者は皆まともではないシェフは子供たちに何かあった時は彼らの声に耳を傾けその正しさを理解し 超全体がおかしいことに気づく、そういう大人だ、と話している。また、この回は、エリック・カートマンの母であるリアンの職業が、初めて判明する回でもあり、この回の中で彼女は、クラック中毒の売春婦だった過去があり、現在は、積極的に、ポルノ作品に出演して、生計を立てている不死だらな女性として描かれており、 クラックホアマガジンという雑誌の表紙に出たことがあることを知ったカートマンを仰天させる場面もあった。この衣装はクークラックスクランを連想させるようなものだった。ありがとうございます。